の伝鎌倉高校前やってきまして、私結構この駅好きなんですよね。これがもう何とも言えない味があって、そして向こうに江ノ島があって、でしかも今日はとっても晴れてて、こんなに気持ちいい日ではありますけれども、江ノ電沿線街歩き、あ、そう、さっきのあのパンフレットどうですかみたいなのありますけれども、ちょっといろいろ見てみたい気もします。じゃあせっかく降り立ちましたので、まずはじゃあこの駅を出たいんですけれども、あのこの IC カードのタッチはあるんですけど、この一日乗車券のどうっていうのはないんですよね。まあいいんですけどね。こっち行きますか。ここはあまり変わってないな。まああのお墓があるんですけれども、前にですね、どこだったかな、この路地裏感がやっぱり鎌倉いいんですよね。なんか大体この辺中に猫がいて、あんまり天気良くなかった日なんですけども、なんか猫がいて猫の写真撮ったのがあるんですよ、こんなやつ。そうそう、なんか妙にここはちょっと覚えてるんですよね。猫がいたお墓のところっていう、そんな感じです。あ、湘南海岸いいじゃないですか。そしてあちらの方に江ノ島も見えまして、でそう、すごく眺めがいいんです。あ、ここになんかちょうどこういうスペースすればあるのか。だから有刺鉄線とかちょっと通してみると、あ、やっぱりちょっと電柱が邪魔ですけどね、あと刺さりそう。いや、前に来た時は30代だったんで、ちょっと40代になってから初めて来たんで、嫌な予感しかしないんですけども、うん、若干息が切れてきました。で多分ここから先は立ち入り禁止のような気がします。お、キリスト教のお墓が1個だけある。結構でもここは眺めを楽しむとしては結構いい絶景スポットなのかもしれませんが、何分ここから先はちょっと立ち入り禁止になっておりますのでやめておきますよ。ここまでにして、もうあのさっきなんか天気見たんですけど、北海道はなんか10度あるかないかみたいな、札幌そんな感じで、今多分ここ20度ぐらいはあるんじゃないかなという感じがするんで、いやいいですね、いい時に鎌倉やってきました。いや、この鎌倉高校駅でしたね。違う、鎌倉高校前か、鎌倉高校前駅っていうのもなんかやっぱこの海が見える、そして眺めがいい、もう天気のいい日とかはすごく、もうすごく絶景でいいですよね。あとなんか結構ドラマとか、なんかあとなんだっけ、スラムダンクのワンシーンとかでなんか使われてる結構有名な交差点あるじゃないですか。ちょっとあのベタなところなんですけども、私もちょっとミーハーなので、あの例のその撮影スポットに行ってちょっと江ノ電撮ろうかなと思ってるんですけど、まあもうすぐそこなんですけどね、すぐそこの突き当たりなんですけれども、なんかもうたくさんの人がドロドロとやってきて、なんかやってますね。いい絵にはなると思うんで、私もちょっとそのミーハーの一人にちょっと紛れ込んで撮影したいと思います。ちなみにこの鎌倉高校前駅はあのなんだっけ、関東の駅100選というので選ばれてまして、なんか結構まあその手のあれじゃ有名ですよね。江ノ電自体が本当に、まあ、生活路線でもあり観光路線でもある。だから結構乗ってるとやっぱり地元の人いっぱい乗ってますよね、いつもね。でカメラを反対の側に向けると、あのこんなに急なところなんですよ。車もなんか大変そうに登ってる、こんな感じ。あとあれですかね、北海道じゃ 見かけないあのソテツがあんなところにありますけれども、やっぱりみんな同じことを考えてるなって、そんなんですけれどね。まあ結構皆さんこの瞬間狙ってくるんですよね。
まあ、今あの鎌倉方面、あっち鎌倉方面なんですけれども、ちょっと行ったあたりであのすれ違いの線路があるんで、もうちょっとしたら今度はこっちの藤沢方面にまた1本電車が来るんで、まあ、それだけ取って、まあ、次行きましょうか。まあ、こんな感じでございますけれども、まあ、それはそれとしてここの公園の名前が、腰越だっこ公園、だっこの養成分はどこにあるんじゃいという、まあ、腰越っていう、まあ、地名だというのは分かるんですが、だっこがどこにあるかなっていうのはすごく気にはなるんですが、うん、まあ、名前が可愛いから以外に何も思いつかない、そんな感じでございますが、さてそれはそれとして、じゃあちょっと今度浜の方に行ってみましょうか。湘南海岸と呼ばれるようなところ行きたいと思いますよ。おっとっと、ただ今日はあの平日なのでやっぱり空いてますよね。それが何より、あ、すごい、ここすごい人気、これ入ったら刺さるぜみたいな、そんな感じでしょうか。こういう感じなんですよね。で、あの今電車が来たってことは、15分に行き来してるから、なんか7分に1本ぐらい、あ、違う、15分に1本ぐらいかな、まあ、何分かに1本なんで、まあ、時間は計りやすいんですよ、あの江ノ電って。等間隔で来るから、まあ、その間にちょっと浜行って、で、まあ、あと鎌倉高校前で乗って、じゃあ向こう行きましょうかという感じです。もう時間が11時ですし、あのおしゃまんべより親切なのはちゃんと階段がついてること、はしごで上り下りしなくていいというのは、これは助かりますが、眺めはいいですね。あ、ま、でも真下は見ない方がいいです。ちょっと殺しにかかってます。こうなんか向こうに大きい坂道があるんですけど、あれは何だろう、工事用の車両の仮の道路なのか、それとも新しく作るのか、まあ、仮の道路だと思いますけれどね。よいしょ。砂浜がここはやっぱり綺麗でいいですよね。あの、うん、あ、すごくなんかあの磯の香りがする。よいしょ。それでずっと向こうが、というかこの辺が一帯ずっと由比ヶ浜海岸といいまして、まあ、由比ヶ浜海岸なんで、隣の駅も由比ヶ浜と言うじゃないですか。でさらに行くと、あのその鎌倉の町で、さらにあっちの方に行くと、葉山ですか。そうです、葉山御用邸がある葉山ですよね。でなんかあっちの方に行くと、その日本で一番古い築港、あそこに作られた港、和賀野浦だかなんかっていうのがあるんですよね。それも行ったことあるんですけれども、まあ、今回ちょっと置いといて、あれを思い出します。6月に静内行った時の、 あの海辺、あの辺はもうちょっとジャリジャリしてるかなって感じですけれども、こっちの方が少し砂が細かいかなという、あんまり石もないかなという感じで、結構これ高低差ありますね。段差じゃない、高低差がありますよね。だからへこんでるところ、この辺持って道路を作ったんだろうなっていう、そんな感じです。結構おりました。それは真下見たら怖いわっていう、そんな感じですけれども、いや、波がこの男とこの何もないずっと平らなこの広さが、これが何とも言えなくていいですよね。もうちょっと痛い気もするんですけれども、もうまだ、まあ、朝の10時っちゃ10時なんですけれども、とにかくまず関東を出るのが結構早いっていうのと、あともう 2,3 箇所は見て回りたいので、ちょっと鎌倉高校前はこの辺にしましょう。ちょっと狭しないですけどね。まあ、といってもこれを登るのがまたきついなという、そんな感じはします。よっこいしょっと、ええ、いやでも本当にあの天気に恵まれてよかったなという感じです。まあ、とは言ってもなんだっけな、昨日の夜中かな、あのご視聴ありがとうございましたと言って、あの横浜の駅の前で終わった後に雨が降り出しまして、結構大変だったんですよ。まあ10分ぐらいであの宿に入ったんで、まあいいんですけれども、結構きつかったな。でも今日は朝からまあこんな天気良くて、だん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 晴れて、天気も晴れの予報だから、まあいいんじゃないかなとは思いますよ。はあ、本当にでも鎌倉ってまだ見るところもありますし、その鎌倉の
JR とか、小田急じゃねえや、あの江ノ電の、江ノ電の鎌倉駅の前もその若宮大路って本当に鎌倉のメインストリートがあったりとかするんで、そこも紹介したいんですけれども、それはまた追っていろいろ紹介したいと思いますし、なんかそういうのはやっぱりサイトの方に前の写真とか、いろいろ前撮った写真とか並べていろいろ紹介できる時間あればなとは思うんですけど、何分今もう動画の編集だけでいっぱいいっぱいなんで、まあその辺はちょっと今のところ課題かなとは思っております。なかなか青にならないと思ったら押してください。押ささってなかったんで今押しました。あのなんか観光客の方がいっぱいいるとだけ言っておきます。なんか私が撮られてる気分で、大体聞こえてくるのが中国語だということも言っておきますね。あんまり日本人がいないという感じ、まあ、日本人は今平日ですし、まあ、あの中国の方が毎日休みかってそういうわけじゃなくて、あの休みの人が、休暇を使って日本に来てるだけなら、それはみんな休みなんですよ、当たり前なんですよ。なんで、でまあ、平日の水曜の朝ですしね、私みたいな今週暇人はまた話は違うんですけれども、私もなんていうかな、こう今の仕事じゃなくてこういうのを取って回って、でやっぱり広告収入で食べたいという、それはありますよ。まあだからその代わり、まあ、自分のところにもちゃんとお金は入れさせてもらうけれども、ある程度の分はこちらの方にこういうのにつぎ込んで、また新しいあのお金を生み出すみたいな、そういうシステムは作れればいいなというんですけど、まだあのその前にあの何でしたっけ、チャンネル登録があとあれですよ、792人ぐらい必要なんで、まだまだですけれどね。さて再び江ノ島電鉄鎌倉高校駅入りまして、これ今初めて見たんですけれども、お越しいただいた皆様へ4つのお願いがあります。まあ、ざっくり言いますよ、線路に入らないこと、ホームでは黄色い線を越えないこと、それからあと写真を撮るときは迷惑にならないようにというのと、車道では撮るなという、まあ、それですね、あそこはよろしくねというふうに言われてますし、何ですと、あなたが考えた広告無料掲載有料で販売、いいな。そして、ここの地盤は海抜 10.3 メートル、あ意外とそんなあるんですね、10メートルも。へー、 あります、ここにあの関東の駅100選認定駅ってちゃんと載ってますね。ほうほう。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、そしていいねボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと太郎の雑学カフェ、こちらの方もあのやってますので見ていただければと思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画もぜひよろしくお願いいたします。